まだ気にしてるの？私の遺体の前でもう誰も愛さないって誓ったこと。君は僕にとって一番大切な人なんだ。ではもう少し診察を続けましょう。水野さんの気持ちが落ち着くまで。ありがとうございます。一人でいるよりマシだって。あんたもそう思ったんでしょ。カオルさんってどんな方だったんですか？いいんだよ、そんなこと気にしなくて。姉さんはあんたのせいで死んだんですよ。絶対にカオルを忘れない、一生ね。私はカオルさんじゃないのよ。こんな顔で私を見ないで。ねえ、高橋さんに復讐したいんでしょ？あんたって怖い人だな。私にはもう何も残ってなかった。近寄ってくんだよ。もういいよ、あっち行けよ。あの人と別れて元の先生に戻ってください。私たち死んだ人にいつまでも囚われてるからおかしくなっちゃったのよ。死んだ人にはもう会えないんだよ。会うには自分が死ぬしかないんだよ。僕に死ねって言うの？ううん、そんなことしてあなたをカオルさんのところに行かせない。